はい、こんにちは。今日は、ひねりの話をしたいと思います。ワンダックひねり下りで、やってみたいと思います。私は、ひねるときは、基本、線ひねりが多いんで、線ひねりの話をします。ブレークは真ん中ついて、とりあえずやってます。ここで、ひねりの話なので、4番から行きましょう。で、ひねりを入れるので、左ひねり入れます。こう当てて戻すためにね。なので、私の場合、ひねりを入れる場合は、左ひねりの場合は、左穴、カップの左半分狙ってまずセットします。それから左ひねり。下ですね、これ。約8時か7時半ぐらい。はい。で、こう、回して戻しました。という球ですね。はい。ここで5番が見えたので、5番に来て、まずこの群れに戻ってくるために3番先に処理したいと思います。ほんの気持ち前に来たいだけです。はい。この振りだと、こっちに帰ってこれますから、ここでひねりの話なので、この辺に来たいですね。真ん中の右ひねりぐらいですか。緩くて大丈夫だと思います。右ひねりなので、右穴にセットしてから、右ひねりを線で入れます。はい、これで、急にスピード上がりますね。これ順ひねりなので、ここで、またひねりの話なので、9から行きましょう。これ、こっちの外に出したいので、下ですね。右でひねり、右ひねり。ひねりで結構走るので、本当に弱くていいです。はい、これひねりによって走っていきますね。はい、これは、この二つ狙うために、6を攻めて、ちょっと引きます。これはひねんないです。ごめんなさい、引きすぎました。ここで、2入れて、こっち行きたいですね。で、8攻めましょう。で、完全に引きですね、これは。はい、これ、ちょうど面白い振りになりました。切り返して、こっち出します。右ひねり入れます。右穴、右半分にセットします。それから右ひねり入れて、上ですね。お尻に切り返して。はい、これでうまくいきました。これで二つを狙えるというところです。ここだと、ちょうど、スタンショット気味、まあ、ストップ気味でやると、この辺ですね。まあ、要するに、届く頃には無回転になる程度の下をついてるというところです。はい、これはミニアングルになってますから、また切り返すのにちょうどいい、振りのようですから、切り返すとこっち側出していきたいかなっていうところでいきます。上ですね。まず、右上なので、右穴にセットします。それから、1ミリに近いところですね、これ。10ミリ半ぐらいです。ここを目がけて押します。はい、これで、ちょうど向こう側に切り返せた。ちょうどいいところでしたね、強弱の。はい、では、このまま。ちょっと下ついて入れて終わりですね。はい、私は大体こんな感じでひねっています。まあ、参考になるかどうかわかりませんけども、まあ、一応こんな感じでいつもやってます。はい、ご視聴ありがとうございました。